テティス。テティスは、ギリシア神話に登場する、海の女神である。ワタツミネーレウスとドーリスの娘たち、ネーレイスの一人。一説には、ケンタウロス族の賢者ケローンの娘。デッサリア地方のプティーヤのオーペーレウスと結婚し、トロイア戦争最大の英雄、アキレウスの母となった。ホメイロスとヘ士シオドスカラは、銀の足のテティスと呼ばれている。 ギリシア神話の他の水域の神々と同様にあらゆるものに変身する能力を持ち、予言の才能に長けていた。神話では古いワタツ積ネレウスの娘でありながら、オリュムポスの神々と密接に結びついている。ホメーロスの女ジ子ジシ、イーリアスなどによるとテティスを養育したのは、ヘラーとされ、テティスもヘーラーに恩を感じていた。またテティスは、苦難に陥った神々の救済者、 保護者として語られ、ゼウスとポセイドオーンから求婚されたことも伝えられている。イーリアスでは、アキレウスの運命を悲嘆しながらも、息子に尽力する母として大きく取り上げられており、物語が展開する上での重要人物として描かれている。テキスト、ペーレウスの結婚は、イーリアスでもしばしば言及されており、また前日間である、失われた女子、女児史。 キュプリアでは二人の結婚がトロイア戦争のきっかけとなったことが語られていい。紀元前7世紀頃のスパルタ出身の女女詩人、アルクマーンはテティスに関する詩を作った。アルクマーンの詩は現存するわずかな断片から宇宙論的な性格のものであったと推測されている。ヘイロドトス、パウサニアスの著作によってマグネーシア地方および ラコーニア地方とメッセニア地方で崇拝されたことが知られている。イーリアスにおけるテティスは困難に直面した神々の救済者として語られている。かつてオリュムポスでヘイラー、ポセイドオーン、アテーナーが反乱を起こし、ゼウスを拘束するという事件があった々。この時神々の中でただ一人テティスだけが、ゼウスの味方をした。テ,ティスはヘカトンケールの一人、ブリアレオース。 別名、アイガイオンに知らせ、ゼウスの味方として馳せ参じさせた。すると、神々は、ブリアレオースを恐れるあまりゼウスに近づくことさえ、できなかった。テティスはその隙に縄を解いて、ゼウスを解放した。またテティスは、タイヤ神ヘイパイストスや主神ディオニューソスを、苦難から助け出した。ヘイパイストスは、生まれて間もなく母のヘーラーによって天から海に、捨てられた。 これはヘーラーがヘイパイストスの不自由な足を嫌ったためと語られている。しかし、テティスとエウリの名はヘイパイストスを助け9年の間海底でかくまった。その間ヘイパイストスは二人のために様々な宝飾を制作した。テティスがディオニューソスを救ったのはトラーキアの残忍な王、リュクールゴスに襲われた時である。リュクールゴスは乳オンの山で、 ディオニューソスのウバを追い回し、女たちを撲殺しただけでなくディオニューソスを恐喝した。ディオニューソスは命からがら海に逃げ込み、恐怖で震えていたところをテティスに助けられた。こうした経緯からゼウス、ヘーパイストス、ディオニューソースはいずれもテティスとアキレウスに親切であった。トロイア戦争においてゼウスはテティスを通じて届けられたアキレウスの願いを聞き入れ、 エイパイストスはテティスの依頼に応じてアキレウスのために見事な武具を作り上げた。またディオニュソースは黄金の骨壺を授けた。テティスが英雄ペーレウスと結婚した経緯はいくつかの説がある。ピンダロスによるとテティスはゼウスとポセイドオーンから結婚を望まれた。しかしてミスがテ,ティスは父親よりも偉大な子供を産む定めにあり、子供は長じて ゼウスの雷撃やポセイドオンの三射撃を超える武器をフルーだろうと予言した。それだけでなく、むしろ人間に与えて生まれた子供は戦場で戦死させるのが良いと助言し、イオールコスで最も経験な英雄ペーレウスと結婚させることを勧めた。この物語ではテキスと結婚することはゼウスやあるいはポセイドオンの息子から王権を簒奪するライバルが出現することを意味している。 そのため彼らは、テティスとの結婚を諦めざるを得ない。アイスキュロスの悲劇、縛られたプロメーテウスはこの物語を下敷きとしている。プロメーテウスは母、テミスから教えられたとして、ゼウスと結婚する女性が強い子供を産み、王位を散脱すると予言する。アイスキュロスは、どの女性から散脱者が生まれるかについては、明言していないが、アポロドーロスとヒュギーヌスは、 プロメーテウスの予言した女性をテティスとしていい。特にアポロドーロスは予言者をテミスとする説に加えてプロメーテウスの名を挙げて生まれてきた子が天の支配者となると述べている。これに対してオビディウスは海の老人プローテウスとしている。女児子、キュプリアによるとモーモスがトロイア戦争を起こすためテティスを人間と結婚させることをゼウスに助言した。ヘーラーに 好意的であったテティスは、ゼウスの求婚を避けたため、怒ったゼウスは彼女を人間に目合わすことを誓った。一方、これらの説と異なる伝承をやはりピンガロスが伝えている。それによるとテティスは、ケイローンの助言を受けたペイデウスに取り押さえられ、炎やライオンなど様々なものに変身して、逃れようしたが、とうとう観念して、妻になることを認めたという。 こうして二人は結婚することになった。結婚式はペリオンさんで行われた。結婚式には神々も祝福に訪れ、様々な贈り物をした。この時、ケイローンはトネリコの槍を贈り、ポセイドーンは馬のクサントスとバリオスを贈った、イーリアスではアキレウスがこれらを用いている。結婚式には全ての神が招かれたが、争いの神、 エリスだけは招かれなかった。エリスは怒って遠石に乗り込み、最も美しい女神に送るとして、黄金のリンゴを投げ入れた。このリンゴをめぐって三人の女神、ヘイラー、アテーナー、アプロディーテが争った。ゼウスは仲裁するためにイリオスを、プリアモスの息子で、現在はイーデー山で羊飼いをしているパリス、アレサンドロスに判定させることとした、パリスの審判。女神たちは、 様々な約束をしてパリスを買収しようとしたが結局最も美しい女を与えるとしたアプロディーテーが勝ちを得た最も美しい女とはすでにスパルタオ・メネラーオスの妻となっていたヘレネーのことでこれがギリシアのトロイア戦争の原因となった結婚後テティスはペーレウスとの間に多くの子供を産んだと伝えられているところがテティスは 子供の不死性を確かめるため、赤子を水の満ちた大釜に投じては溺死させた。こうして多くの赤子が死んだため、ペーレウスは怒ってテティスの行動を阻んだ。この時助かった赤子が後のアキレウスである。テティスがアキレウスを不死にしようと試みたことも伝えられている。テティスがアキレウスのかかとを掴んでスチュクスの流れに浸すと体の大部分は不死となった。 しかしかかとは、スチュクスにつからなかったため、アキレウスの唯一の弱点となった。エレウシスのデーメーテール神話とよく似た伝承によると、テティスは、毎晩のように、アキレウスを火にくべて、人間部分を焼き、昼間はアムブロシアを塗り、節を与えようとした。しかしテティスはこの行いを秘密にしていたため、夜にその光景を目撃したペレウスは驚いて、テティスを止めた。 目的を阻まれたテティスは、アキレウスと夫を捨てて、海に去った。その後アキレウスは、ケイローンの下で養育された。しかしテティスは、夫や子供のことを忘れたわけではなかった。ペーレウスが、アルゴーブネの冒険に参加した時、ヘーラーに説得されて、アルゴナウ隊が、パイアーケス人の国にたどり着くまでの間、荒波とプランク隊の岩礁から船を救った。すなわちテティスは、 岩礁を避けるため船の舵を取り、またネーレイデスたちは船の周りを回り、船が岩礁に近づくたびに船を持ち上げて空中に投じ、岩礁から遠ざけた。またアキレウスが9歳の時、ミュケ受ナイい大アガメムノ女ンラはトロイアに遠征する準備を進めており、カルカースの予言によってトロイア攻略にどうしてもアキレウスの力が必要とされた。 しかしテティスはアキレウスが戦争に参加したら必ず死ぬことを予知し、アキレウスに助装させてスキューロス等のリュコメーデース王に女として育てるよう預けた。しかしアキレウスはオデュッセウスによって助装を見破られ戦争に参加することになった。テティスはトロイア戦争では息子のために献身的に行動し、またアキレウスの死に関して多くの予言をしている。 海を渡ったギリシア軍がを攻撃したとき、テティスが、テネース、王、アポローンの子を殺せば、アポローンの報復を受けて、死ぬことになると予言した。しかしそれにもかかわらず、アキレウスは、テネースを殺してしまう。またテティスは、トロイアに最初に上陸した者は必ず命を落とすと予言したため、誰も船から降りようとしなかった。このときピュラ系の武将、 アクローテシラオスが勇敢にも真っ先に上陸し、トロイア軍との最初の戦闘でヘクトールに撃たれた。イーリアスでは、アキレウスの言葉によると、戦場に止まれば生きて帰国できないが、すぐに帰国したならば、天寿を全うできると予言し、トロイアの城壁の下でアポローンの矢を受けて、命を落とすこと、またパトロクロスが死ぬことも予言していた。イーリアス第1巻で、 アガメムノーンの要求に激怒したアキレウスは、アガメムノーンが謝罪するまで戦うことを拒否した。この時、アキレウスの嘆きを聞いたテティスは、海底から現れ、アキレウスの望みを叶えるためにオリュムポスのゼウスの王宮に行き、アガメムノーンがアキレウスに謝罪して、復帰を要請するまで、トロイアの味方をして、キリシア軍を苦しめてほしいと懇願す。テ,ティスが、ゼウスの前に座り、 左手で膝に触れ、右手でゼウスの顎に触れながら懇願するとゼウスは沈黙していたが、再度の懇願でしぶしぶ承諾した。これ以降ギリシア人は連日苦戦を強いられることとなった。アキレウスの代わりに出陣したパトロクロスがヘクトールに撃たれた時もテティスは海底で息子の悲痛な叫びを聞き、悲しみにとらわれる。慰めようとする姉妹たちにテティスは漏らす。 私は成長した息子をトロイアに送り出しましたが、再び彼をペーレウスの王宮で迎えることはできないでしょう。息子はまだ生きていますが、私が言っても彼の抱える悩みには何の助けにもならないのです。それでも戦場から遠ざかっている間にどんな悲しいことがあったのか聞くために参りましょう。そう言って、 姉妹たちを引き連れて海から現れたテティスは、親友の仇を取ろうと流行るアキレウスに、ヘクトールを撃った後で、アキレウス自身も死ぬことになると予言し、戦場に出るのを止めようとした。しかしこの言葉はアキレウスを苛立たせただけであり、アキレウスの意志を変えられないとわかると、オリムポスのヘイパイストスの工房に行き、武具を失った息子のために、新たな武具の製作を依頼した。またアキレウスが、 パトロクロスの遺体の腐敗を心配するので、遺体の尾行からアムブロシアーとネクタルを体内に滴たらせ、腐敗から保護した。24巻ではアキレウスがヘクトールを撃ち、その遺体を戦車に結びつけて、パトロクロスの墳墓の周囲を引き回したため、ヘクトールを憐れんだ神々から、ヘルメースを使わして、遺体を盗み出すという意が出た。しかし、テティスから恨まれることを嫌ったゼウスは、 アキレウスの面目を立てることを第一に考え、イーリスにテティスを呼びに行かせた。テティスがオルムポスに現れると、ゼウスは彼女にアキレウスがヘクトールの遺体を変換するよう働きかけることを依頼する。そこでテティスがゼウスの意思を伝えるとアキレウスは、その妖精二次、密かにギリシア陣営を訪れた老王プリアモスを招き入れる。女ジ士ジ。 アイティオピスではアキレウスが女神、エオースの子、メムノーンを打ち倒して、アンティロコスの仇を取ったこと、テティスがゼウスにアキレウスの不死を願ったが、パリスとアポローンに殺されたことが語られていた。パウサニアスは、キプセロスの箱にアキレウスとメムノーンの戦いを呼び二人を見守るテティスとエオースが彫刻されていたと述べてお、その様子を描いた壺絵も多く発見されている。 アイスキュロスは現存しない悲劇、魂の重さ比べにおいて、ゼウスがアキレウスとメムロンの魂を計りにかけて、死すべきものを決定し、その両脇で、テティスとエーオースが自分の息子を勝者とする、世を嘆願する様を描いたと伝えられている。オデュッセイアによると、アキレウスの死を知ったテティスは、姉妹のネレイデスと共に、海底から現れた。 すると周囲に不気味な叫び声が響き渡ったため、兵士たちは恐怖に取りつかれ、ネストールがアキレウスの母である女神が現れたのだと言って、混乱を沈めなかったなら、皆船に逃げ込むところだった。海の女神たちは嘆きの声を上げながら、アキレウスの遺体の周りに立って、布の衣を着せ、九人のムーサイは嘆きの歌を歌い、兵士たちの心を打った。 このように女神と人間たちは十七日にわたって死を悼んだ後十八日目に遺体を仮装した。そして、アキレウスとパトロクロスの骨がディオニューソスから送られた黄金の骨壺に一緒に収められ、またアンティロコスの骨も別に収められ、三人共に同じ墳墓に葬られた。その後、アキレウスの僧礼競技が催され、テテティスは神々から授けられた品々を商品として出した。 デテ,ティスがネレイレイデスやムーサイと共に現れて、息子の死を嘆いたとする伝承は、プロクロスやクイントゥスも伝えている。クイントゥスによると、アキレウスの死がネレイレイデスに知れ渡ると、彼女たちの嘆く声が、ヘレスポントス中に響き渡り、ヘリコーンさんからは、ムーサイもやってきた。この時ゼウスが、ギリシアの兵士たちに気力を注いだおかげで彼らは、 女神の集団を目にしても恐怖に取りつかれずに済んだ。また、カリオペーやネイレウス、ポセイドーンといった神々がテキスを慰めたが、特にポセイドーンのアキレウスがディオニューソスやヘーラクレースのように神となって永遠に生きるという言葉は、テキスの苦しみをかずらだ。ピロストラトスは、テキスたちが現れた時海水が盛り上がって、騎士に近づいてくるという不思議な現象が起きたこと。 毎晩のように息子の死を嘆くテティスの声が全軍に響き渡ったことを述べてい。また死後に不死となったアキレウスはヘレネーと結婚して国会のレウケージまで暮らしたとも伝えられているが、この島をピロストラトスはテティスがアキレウスのためにポセイドーンに願って海ら現出してもらったものだとしている。エウリーピデースの悲劇アンドロマケは トロイア戦争後のプティア地方の都市ファルサロスの北東に位置する現在の大舞台としている。この地名はテティスの聖域の意であり、結婚したテティスとペーレウスが暮らした場所とされ、地名もテティスに由来する。トロイア戦争から帰国したネオプトレモス、アキレウスの子は、プティアの支配をペーレウスに任せ、テティニオンで、妻ヘルミオネート奴隷として連れ帰ったアンドロマケート、 共に暮らしてた。しかし、ネオプトレモスとアンドロマケイとの間に位置し、モロッソスが生まれると、これを恨みに思った、ヘルミオネーは、ネオプトレモスの留守中に、父メネラーオスと協力してアンドロマケイとその子供を殺そうとする。そのためアンドロマケイは子供をよそに預け、自分はテテティスの神殿に逃げ込む。その後は、ペーレウスによって救われるが、 ネオプトレモスは、オレステイスによって殺される。テティスは、劇のエピロゴスで、デウスエクス・マーキナーとして登場する。テティスは、ペーレウスに、ネオプトレモスをデルポイに埋葬して、オレステイスの罪を後世に伝えることを命じ、アンドロマ系は、ヘレノスと結婚し、ネオプトレモスの子は、モロシア王家の祖となる子、またペーレウス自身は、フローフ氏の神となり、 ネイレウスの館で自分と共に暮らすであろうと予言する。最後に、ペーレウスがテティスと結婚したペーリオンさんに思いを馳せて劇は終わる。古代の何人かの著述家がテティス崇拝について研究している。歴史家ヘイロドトスはペルシア戦争と関連してテッサリア地方のテティス崇拝について研究している。テルモピュライの戦い。 全480年に先立ち、クセルクセース一世率いる大海軍がギリシアに到達した時、マグネーシア地方のカスタナイアー氏、キャッサニエとセピアス、シーピアス岬の間にいる浜辺に停泊した。しかし、ペルシア軍は3日3番激しい嵐に見舞われ400隻もの軍勢を失った。そのため、ペルシア軍はイオニア人の助言に従い、 セピアス・岬を聖域とするテティスとネイレイデスにして嵐の鎮静化を祈願したという。このセピアス・岬の正確な位置は不明瞭である。二十世紀初頭に AJB ・ AJ ウェイス、AJB ・ウェイスと JB ・ドループ、JB ・ドループの二人はセピアスの発掘調査を行ったが、神殿の遺構は発見されなかった。パウサニアスによるとテ,ティスはスパルタに聖域を持っていた。 アギス朝のアナクサンドロス、王、在位。全640年前615年頃の時代、スパルタは離反した、メッセニア人を平定するためメッセニア方に侵攻し、女たちを捕虜にした。その中にテティスの女祭司クレオがおり、王の妻レアンドリスは、彼女がテティスの木彫心臓を持っていることに気がつくと、王に願って、彼女を譲り受け、二人でテティスの神殿を造営した。また、 木潮心臓は非公開のまま生域で守護されていた。これによると、スパルタのテティス崇拝はメッセニア地方まで遡り、スパルタでの崇拝は紀元前7世紀に始まって、パウサニアスが生きた2世紀でも続いていたことになる。ピロストラトスが言及するテッサリア地方のアキレウス崇拝によると、テッサリア人は堂々なの信託によって、 トロイア地方まで航海し、アキレウスの釘を行った。彼らは上陸する際に、戦場からテティスの参加を唱えなければならなかった。しかし彼らが釘の習慣を止めてしまった時、アキレウスとテティスは、テッサリア地方に最悪をもたらしたという。アルクマーンの宇宙論的な詩は1957年に、オクシュリュンコスパピュルスから発見された。詩は、古代の注釈者によって、 断片的に引用されており、注釈者は哲学的な用語を用いながら、アルクマーン氏を解説しようとしている。それによると、原初の宇宙は無秩序で不定形の質量、幽霊で成り立っており、やがて、テティスが、続いて、ポロスが現れ、それが過ぎ去ると、テクモールという神が現れたとしている。万物は聖堂に似ており、テティスはそこから聖堂器を作る職人に例えられている。 またポロスは資源であり、テクモールは終末であるとし、さらに闇、スコトスが生まれたと述べている。しかし注釈は錯綜しており、テティスが生まれた時、万物の資源と、終末も同時に生まれたとしている。かつて、テッサリアー神話における、テティス、ペイレウス、ケイローンの結びつきに注目したは、森と畑の祭祀、第2巻、1877年で、結婚から、 アキレウスの幼少期までを描いたジョジシ・ペーレイが存在したと主張した。マンハルトの仮説が証明される見込みはないが、テティスの結婚に関してまとまった伝承がイーリアス以前に存在していたことは確実とみなされている。イーリアスでは結婚に関する伝承が断片的に見られるほか、別離の伝承が自然体を通して効果的に活用されている。作中で アキレウスの嘆きに応えて現れる身軽さは、ペーレウスとの結婚生活が破綻し、海底のネーレウスの館で暮らしていることに由来している。また、最後の二十四巻では、詩人はゼウスの要請に従って、オルムポスに赴くテティスを語っているが、この描写は、アキレウスのために、オルムポスに赴く一巻と対比の関係にある。一巻と二十四巻は、テティス以外にも、 登場人物が対比的に描かれており、彼らの行動によって物語をまとめ上げる詩人の構想を見て取れる。一方、イーリアスのデウスを救出する神話、一巻三百九十六行から四百六行は否定的に解釈される傾向にある。すでに古代アレクサンドリア図書館の初代館長を務めた文献学者は当該箇所を削除しており、現代においても マルコム・モーリス・ウィルコック、マルコム・モーリス・ウィルコックや、MW ・エドワーズ、MW ・エドワーズといった研究者がテティスを、詩人の、発明とみなしている。というのも、当該箇所にはヘカトン・ケールを呼び出すテティスの権威が、何に由来するのかという疑問があり、ブリアレオースの別名として挙げられているアイガイオー,オーンは、散逸した、ジョジシ、ニオとポントスとガイアとの間に生まれた海の巨人であり、 両者の同一子は、海の女神であるテティスと本来接点のない家、カトンケールとを結びつける詩人の創作であることを疑わせる。したがって、テティスがヘカトンケールを呼び出せる立場にないとすると、神々がゼウスに反乱を起こし、それをテティスが沈めるという伝承自体ややふやなものとなる。しかしこうした批判的研究に対し、近年は、スラトキン、 ローラ・エム・スラッテキンの著書ザ・パワー・オブ・ティータス。1991年のようにテティスを捉え直す研究もある。同書はテティスを単独で扱った初の研究書となっている。他にもは一巻396行から406行を元にテティスを偉大な女神だったと位置づけることでテティスの神話を解釈しようとした。アルクマーンの宇宙論的な詩によってテ,ティスを 原初的かつデミュールゴス的な性格を備えた偉大な女神とみなすことは可能だが古代の注釈者の引用が断片的であること、私、ま、を当時の宇宙論的思想で解釈したと考えられることから慎重に扱う必要があるとされている。もっともテティスの原初的性格は彼女の名前から伺えるとする意見もある。すなわちテティスの名前は原初の海の女神テテュースと 発音でも意味でも互いに似ており、どちらも元来は海の女主人であったと考えられる。最後に比較神話学の視点からテティスの神話とインドの女子誌、マハラバーラタとを比較することが提案されている。この研究では、テティス・アキレウスとガンガービーシュマの母子関係とのの驚くべき一致が指摘されている。海の女神テティスは、 多くの赤子を水に沈めて溺死させたと伝えられるが、ガンジス川の決心である女神、ガンガーも、また、前世の罪のために、ガンガーの子として地に生まれてきた、バス神軍を天に返すため多くの赤子を川に沈めて、溺死させたと伝えられている。テキテスも、ガンガーも共に、水域の女神であり、子供を溺死させ、最後に残った子供が後に大戦争で活躍する。 大英雄になるという点で一致している。このような類似は、インドヨーロッパ共通時代に遡る伝承である、ことを示しているという。テティスの神話は古代以来、芸術家たちの創作の源泉となった。ルネサンス以降の西洋絵画で好まれた主題は、テティスとペーレウスの結婚であり、アキレウスと関係のあるエピソードも、また同様に枯れた。他の神々と描かれた例としては、ゼウス、 ユーピテル、ヘパイストス、ウルカーヌス、アポローンなどの例がある。テティスの最も有名な絵画作品はフランス、新古典主義の画家ドミニク・アングルが1811年に描いたユーピテルとテティスで、イーリアス第一巻のテティスの懇願を主題としているが、主題としては少数派である。アポローンと共に描かれた例は、日没の空意となっている。こちらは、フランス・ワブーシェの大作品。 日の出、日没が有名。5、おさむき。